サバイバルっていうグローバリスティックワールドの皆さんと一緒に行ったものもあったんですけど、やっぱり自分たちの単独、自分たちサイキックフィーバーだけでやるっていうのは、やっぱり自分たちとしてもまた別の角度でこう思い出があるっていうか、本当責任感もすごくありましたし、本当に自分たちで見せれるのかなっていう正直心配もあったんですけど、まあ前の日本でやってた PCF 絶対アップグレードしてタイの皆さんに届けたいなっていう目標の中自分たちでやれたので、すごい新しい挑戦だったり、これまで培ってきたものがあったからこそできたこともありますし、なんかすごく自分の中では悔いなく、もっと反省点がいっぱいあるんですけど、こうやりきったなっていう感じはすごいあります。やっぱりもともと海外でライブをしたいっていうことだったりだとか、まあ、タイでもちろんこう半年間活動していく中で、絶対タイで単独をやりたい、サイキックフィーバーとしてやりたいっていう思いがすごいメンバー全員強かったので、そして、まあ、一つの夢といいますか第一歩を叶えられることが本当に嬉しいですし、なんかよりなんかスタートラインに立ったっていうか、ここからもっといろんな国であったりとか、いろんな都市でもっと規模を広げて、いろんな人を僕たちのライブに来てくださるように、どんどんもっともっと頑張んなきゃいけないなっていう気持ちが芽生えましたし、よりどんどん僕たちも自分たちのパフォーマンスに追求していって、より面白いライブを作り上げていきたいなと思ってます。特にこう自分たち PCF 日本でやったからこそすごい感じるのが、自分たちまだ本当にまだ2年も経ってないよね。そうですね、2年も経ってないんですけど、1回しかツアーやってないんで、1回目を超えなきゃいけないプレッシャーっていうのは正直すごい感じてて、最初の1回目のツアーってどうしてもやっぱ誰でも気合が入りますし、自分たちも10年とか ESPG でこうやってやっとの自分たちの単独だったんで、すごく思い入れもあったんですけど、これからアーティスト人生として2年目3年目毎年ほぼツアーがあるって思うと、それを絶対超えなきゃいけない、このプレッシャーとか、なんか絶対成長しなきゃいけないっていう責任感はすごいあるので、そこはこう、ある意味、妥協できない部分だったり、絶対負けれない部分だなと思うので、まあ、来年もさらにいいものが作れるように頑張りたいと思います。期待しております。以上、サイキックフィーバーのジミーと、リザでした。サイキックフィーバーの中西翔馬です。アンデリューシンです。ということで、先日12月24日にタイの単独ライブを終えましたけど、どうでしたか、リューシン。いやー、楽しかったっすよね。まあ本当に去年半年間こう拠点を変えて活動させていただいた時から、うん、まあ、サバイバルはこうバリスティングボイスのタイミングでやらせていただいたんですけど、まあ、単独でこうタイでライブをするっていうのは目標の、まあ、夢の一つでもあったので、まあ2023年終わりがけにこうして開催できたことはすごく集大成を見せてきた場にもなったのかなというのも思いましたし、なんかこう目に見えて大島さん皆さんもこう着々と増えてきてはいるのかなというのを感じてきているので、これをもっと輪を広げていけるように頑張っていきたいなという気持ちが強くなりました。ルーシンが、ね、ほとんど言ってくれてるから言うことないぐらいには。いやでもね、やっぱほんまに嬉しかったです。はい、それだけは思いますし、でもだからこそ、まあ、今回本当にこうたくさんの方にお越しいただいて、なんか改めてこう、まあ、自覚とか責任というものを感じることもができたので、はい、なんか本当に次は逆にもっとこうしたいなとか、こういう音楽にしたらもっと大の人は喜んでくれるんじゃないのかなとか、なんか これからにもつながるような一日ライブにもなったのかなと思うので、なんかある意味本当にすごくプレッシャーも緊張感もある一日だったんですけど、でもなんかある意味これからがめちゃくちゃ楽しみになるような日になりましたね。2024年も、はい、まあ、まだまだ僕たちの活動は続いていくので、どうですか、2024年。
標とか、次これやってみたいとか。いやー、まあ、アジアツアーしたいですね、うん、こうタイでも韓国でやらせていただいたり、そして2023年はタイ以外の国でもたくさん訪問させていただいたので、うん、それがこう明確になってきたと思います。それを今度はライブとしていろんな国に行かせていただいて、まあ、日本も本当にそうですし、うん、答えもそうなんですけど、いろんな国のフォーエバーの方が待ってくれてると思うので、会いに行けるように頑張っていきたいと思います。2023年は、まあ、日本とタイで単独ライブができたので、まあ、東南アジアを中心に行けたらいいなと思ってますし、本当に LDH 自体が本当にこれから、まあ、アジアを中心に、東南アジアを中心に、あの LDH の輪が広がっていくと思うので、僕たちも、まあ、魅力ながらではあるんですけども、しっかりとこう僕たちなりに貢献できる、そして皆さんにこうエンターテインメントをお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、まあ、2024年はよりいや活動の幅を広げて、視野を広げて、頑張っていきたいなと思ってます、はい、なので僕たちの2024年の活動もぜひ楽しみにしてください。これからもたくさんの夢を皆さんと一緒に叶えていきたいなと思いますので、引き続きお願いします。以上、中西亮太とアンデビューシンでした。またお会いしましょう。See you.